そう、いやー、子供が外来種だからってザリガニを殺してるの。観察会では駆逐してやると、アメザリを踏みつぶす子供もいた。こうした外来種の命を軽視するような言動は、小学校低学年くらいの子に見られたという。駆除したらその後どうすんの？って教育が不足してる。食べるのはよく見るけど亀とか、畑の肥料にしてるのってあんま知られてない気がする。動物虐待に目覚めるやつ絶対おるやろな。子供なんてそんなもんよ。いい年してやってたら問題やけど。小さい生き物殺すのかわいそうって、感情が芽生えるのって小学校高学年くらいからだと思う。中国ではザリガニ荒い木があってこんなに綺麗になるんやで。足もげてね。赤い方が美味しそうやけどな。いやこれ漂白剤やろ。筋肉溶けるとかの中毒起こしとったぞ。超音波やぞ。左下にある生鮮剤って書いてるやつや。何年か前に大問題になってた。まあ中国だからな。ザリガニ、陽キャクロギャルのモノマネをする。思った以上に似ててくさ。ザリガニにそんなことできるわけ。ってほんまや。もうギャルが水槽に入ってるようにしか見えなくなったわ。始まってしまうのか？アラスカの海底でブヨブヨした謎のゴールデンエッグ、金色の卵を発見。ゴールデンエッグの表面には皮膚のような感触があり、アームで触れると、その繊細な質感が確認できたという。その後、謎の物体の正体を確認するため、優しく吸引され研究室に運ばれた。その正体は今のところ全く不明だ。だが卵の殻か、あるいは海面動物の一種ではないかと推測されている。また、ゴールデンエッグに開いている穴は、何らかの生物が孵化したり、捕食者が侵入した結果、できた可能性があるという。一つ確かなのは、これが深海の生物に関係するということだ。だが、具体的にどの生物なのかと言われると、海中から回収された今も特定できていない。大体こういうのはヤバい生物の前兆。20本の腕を持つエイリアンのような新種の海洋生物が南極で発見される。どっかで展示されて名前の募集とかされたら、プッチョで応募するわ。色と形状が映画、エイリアンに出てきたフェイスハガーに似ているが、腕の数はそれよりも多く20本もある。この奇妙で興味深い新種の無脊椎生物は、南極近くの海洋で生物調査をしていた研究者らが発見したものだ。よう考えたらわしらだって20本ほどの触手持ってるから、つるんとしたエイリアンが見たらきっしょ、エイリアンやって言われるんかな。頭がふさふさしていて気もかわいい。透明絢爛、うなぎの妖精、ゼプトケファルスが水中で魅惑のダンス。ウナギなど、カライワシ上目の魚類の妖精はレプトケファルスと呼ばれており、平たく細長く透明な体をしている。透明感のある平たく細長い体を休むことなく揺れ動かしている様はまさに神秘。その優美な動きに酔いしれよう。この段階の生態が謎すぎて、完全養殖完成まで何十年もかかったんだよね。酢醤油で生きたままチュルンといただきたい。内臓とかどうなってるんだろ。知らずに見たらクラゲかゴカイか何かと思うだろうね。綺麗。幅の広いとこだけ見たら、クズ切りみたい。生きたタコを丸ごと食べて食堂に詰まらせた男性、危機を免れる。医師が検査すると、患者の喉にタコが丸ごと詰まっているのを発見し驚愕した。医師らは鉗子を使ってタコの頭をつかみ、無事に喉から引き抜いたという。何よりよく呼吸ができてたなぁ。窒息してしまいそうな気がするが。吸盤強いもんね。タコも全力だしね。生で食べるのは危険だよね。貝殻を持つタコ、青い貝がクラゲをヒッチハイクする興味深い映像。海の世界では、日々驚きの光景が展開されている。タコの仲間だが、メスの実が貝殻を持つ青い貝別名貝ダコは、クラゲの上にただ乗りし、移動手段に使用しているようだ。
アオイガイがクラゲに乗る理由は、自分のエネルギーを節約しつつ大きな距離を移動することができる。もしくは他の捕食者から身を守る行動。クラゲさんは果たして頭上の存在に気がついているのだろうか。重くて泳ぎにくそうなクラゲには悪いけど、これフィグアであったら買っちゃうやつ。クラゲすごい迷惑そう。ってことは、アオイガイは刺されないんだ。クラゲに乗れるのは楽だけど、ビョンビョン動かれると酔いそうだな。ロボットタコが本物のタコを助けたところ、タコは感謝を示すかのようにロボットをグッとハグ。この日メジロダコは、現れたサメの群れから身を隠すのに大忙し。すぐに近くの竹筒に隠れるが、入り口が広くて丸見え状態。これじゃすぐ見つかっちゃいそう。そこで颯爽とお困りですか？と登場したのが、なんとココナッツの殻をかぶったロボットタコ。ココナッツの殻にすぐ気づいたメジロダコは殻に身を隠す。まるでおかげで助かったよ。ありがとう。と友人に感謝を示すハグのよう。それは本当にグッとくる心のこもった振る舞いだった。ロボタコが想像以上に可愛いんだが。すごく可愛いな。野良タコと交流したいけど泳げないから、もっと進化して陸上進出してくれないかな。俺だけ助かろうとしてすまねえ。まあお前も無事でよかったなってハグでごまかしてるようにも見えるな。ありがとうのハグにも見えるし、お前よく無事だったなとか、帽子の殻取っちゃってごめんねのハグにも見える。いずれにせよ可愛い。大物を釣り上げたと思いきや、魚と一緒にやっべえやつがついてきた。当たりを感じた少年は、竿を上げてリールを巻き始めるが、かなりの大物なのか、なかなか上がらない。ようやく水面から見え始めたその獲物は、魚だけではなかった。魚と一緒にやっべえやつがついてきたのだ。でも千載一遇の動画が撮れた。太陽よりずっと大きな獲物を得られたと思うよ。恐怖より興奮が勝ってるの好き。人間がいても構わず追ってくるの怖いな。いや、これは怖い。ワニって走ると速いんじゃなかった？獲物が格段に大きい獲物になったんだから喜べ。5つの先端とサイズ感が生めかしい肉厚人で、革手袋。生き物がどんな形をしてようと自由だろ。あ、なんか文句あんのか。筋がめちゃくちゃリアルなんですが。モザイク取れてますよ。接続ハブに見えてきた。生々しいな。すいません、ぼかし入れた方が。毎日見てるものにクリソツなんだよな。チョウザメの口って見たことある？ぽにょぽにょ伸びるんだぜ。入れ歯をなくしたゴブリンシャークみたい。え、口そこかよ。もっとバカッと口が開くと思ってた。なんか見たことあると思ったが、アナゴさんのお口に似てる。魚に擬態した地球外生命体のようだ。そっちかよ。鼻づらじっと見てたわ。海のパンダみたい。現在わずか10頭未満の絶滅危惧種、コガシラネズミイルカ、メキシコ。10未満じゃ悲しいけど無理だよな。こんな広大な海にたったの10頭、孤独だ。なんとかなってほしいけど。水族館みたいな施設で養殖させたりはしないの？また一つ生物が減った。人間よ、悔い改めよ。図鑑で見たことあったけど絶滅必至な状況だったのか。絶滅していった動物、特に人間のせいで絶滅していった動物の話を聞くと辛くなる。激レアのクラゲが発見され、その鮮明な姿が撮影される。美しい。四対に分かれて複数伸びる触手、傘の模様。俺にだってレアだと直感させるくらい見たことないフォルムだ。めっちゃクプルフミ。縁日のおもちゃというか70年代のおしゃれランプみたい。欲しい。すげえ、こんなんいるんだ。模様も触手も見たことない。なんというか、一個の生命体とは思えないな。すげえ。アバターの続編の映像かと思うよね。餌に群がる鯉。密度が高すぎて陸地に飛び出しまくり。
恋の争い、奪い合い。久しぶりに腹を抱えて笑った。戻してあげるの優しい。過密だな。さすがの恋でも酸欠になりそう。秒超えて瞬。一瞬で体の色を透明に変えるイカの擬態能力すごい。体の色を変えることができる擬態能力を持つ生物はいくつも存在するが、中でもイカは上級者だろう。自ら引き上げられると黒いその体が一瞬で透明に変化する。水に戻すとまた黒く体の色が変化するのだ。その切り替えの速さは、秒を超えて旬のレベル。豚足類の神秘の魅力をまた目の当たりにしてしまった。鮮やかな変化ですごいな。まあこれも全力に生き延びようとしてるんですけどね。液晶パネルのヒントになったんだよな。こんな手品、あったよね。最初から透明じゃいかんのか？天然の液晶すげえ。どうしてこうなった？トラックから魚の荷下ろしに大失敗。大量の魚が地面を埋め尽くす。おお、俺たちは自由の身だ。俺があそこにいても結果は何も変わらなかったという自信がある。日本人だとナマズかよ。が日本以外の国の人からはナマズがあと阿鼻叫喚してるんだよな。立ち尽くしてるね。自分が同じ立場でも呆然とするだろうから気持ちはわかる。コミカルで笑ってしまったけど、この魚たちが食卓に運ばれず廃棄処分になったのかと考えたら胸がキュッとなった。